付き合いです。これ曲がってるね。さてさて、さてさて、なんとなく、なんとなくで録画ボタンを押しちゃいました。さてさて、何かあれがあるわけじゃないんですけどね。もう目の前のお仕事を片付けていかねばならんのです。このここさ、こっちの方がちょこっと高くなってるんだけど、ここにね、ほんと紙一枚入るぐらい微妙に浮かせてると、すごくこれが調子がいいね。この外あるっていうのは、自分でこうやってこのアールに沿って動かしてあげないと脱線しちゃうんだけど、内アールっていうのはもうこのまま踏んでりゃ勝手にトレースしてくれるんで、内アールは楽ですね。よいしょ。ね、普段の行いがいいとバシッと同じ穴に入るもんです。はい、これ本当この状態でこう、回った方がなんかね、下についてたんだよね。少しずつ少しずつですけどね、ほんのちょっとしたセッティングなんだけど、そういうのを詰めていくことによって、どん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 自分のものになっていくっていうかね。この一番遅いスピードをもうちょっと速くてもいいかなって今思ってますけど、そういうのは遅い方がいいかな。なんかひたすらミシンを動かす動画になっちゃいそうだけど、これね、こういいタイミングだったっぽいよ。良くも悪くも、前の使ってたミシンは、ああ、まあもうちょっとあったな、もうあと1個いけるかな、いや、いいか、交換しようか。あと1個いけたな、まあいいや。なんちゅうのかな、なんかね、したいとこふっと軽くなる感覚が、まあ毎回じゃないんだけど、なんか分かる時もあったりとかして、たんだけど、これはそういう感覚はないんだよね。ほんと最後の最後まで一定な感覚で、こうすごく安定してる感じがするね。でもね、これよいしょ、これ4つ5つで足りるわなんて言ってたけど、全然足んねえや、感覚的に。そう、こっからこれ蓋開けるとさ、見えるんじゃん、見えるじゃんっていうか、見えるんだよ。まあボビンの種類にもよるんだけど、だからそろそろかなと思ったら、覗いて分かるっていうのがとってもいいね。
さ、ミシンのことを相棒だ相棒だなんて僕は言ってたりしますけど、まあ物によるんだけどさ、一日中どころか何日にもわたってこうやって仕事をするわけですよ、この機械で。そうするとね、本当にこう相棒だなっていう気がしてきますよね、やっぱり。やっぱ自分の手の手足のようにね、何も考えずにこう思った通りにこうスピードでね、狙ったところに止めてっていうのはできるようにならないと困るよね。こんな感じ。裏もバッチリ決まってるよね。まあ、これ裏見ることはないと思うんだけど、このアイテムは。ね、この一連の今の流れでもさ、ね、前のミシンとちょっとこの押さえがね変わったんでちょっと違ったりするんで、変な癖がついてきたというかね、前のミシンの癖が抜けてきたというんですかね。こんなもでもね、僕はほら裁断から仕立てまで全部やるじゃない。でもこのミシン専門のね、ミシンだけ振る職人さんとかもいるわけですよね、そういう方々から見たら全然こうまだまだひよこなんだと思うんですよね。こういうのね、バリバリ仕事 してることの動画とか見てもさ、早いよ本当に。僕なんか外アールは脱線したら嫌だからちょっとスピード落とし気味になってるんだけど、セッティング自体もさ、この一番低いスピードでもっと速いと思うし、スピードのコントロールがしやすいっていうのもとっても大事だよね。よいしょ。果てしなく続くような気がしますが、途中まで行ったら川の入荷待ちになっちゃうんだよね。今後の今日週末でさ、今日日曜日なんだけど、何らかの曜日に合わせて動きたい、日曜日は休みたいと思ったりもしてますけど、なかなかね。そう、これスピードもっと上がるよ。あんまり上げすぎてもなっていうところだけど、そう、マックスのスピードをあんまりにも上げといてビビってね、ペダルを踏むのが甘くなるようじゃ逆にダメじゃんねっていう、まあ、もっともっと慣れてきたらこいつと仲良くなるからもっともっとスピードも上げられるんだろうけどね。だいぶ仲良くなってますよ。だいぶ仲良くなってきた。
こでしょ。今回の動画は全く何も共通的要素はゼロでございますよ。まあこんな動画があってもいいでしょう。なんかねこういうのね、俺はだけど結構見ちゃう方だね。見てどうするのっていうものとかだよね。静かで振動が少なくて快適ですよ。でさあ、まあ川とかでもそうなんだけど、こう今分かりましたかね、結構なゴミがファッと飛んだと思うんだけどね。あ、いかん。そう、結構ねオイルアップを今日もしたんだけど、でまだまだ使い始めっていうぐらいのもんなんで、オイルを多めにさしてますだね。今バッとここに汚れがついちゃいました、汚れというかオイルがついちゃいましたけど、車とかでもバイクとかでもほら鳴らし運転するじゃない。まだまだ鳴らすって感じですね。まあすごくスムーズだし、ガリガリ言うところもないし、ガリガリとかゴリゴリというかね、この動画のバッドボタンがすげえいっぱいつきそう。はい、もうね、なんでしょう、もうねあれですよ、破れかぶれというか、へ、どうにでもなれみたいな、そんな心境でございますよ。何の考えもなしに回してるやつで、さっき動画止めたんだけどまた続けちゃえみたいなね。ああ、あれですね、これがリアルな姿でございますよ。リアルな姿、なんだろうね、華々しいというかかっこいいなっていう仕事ももちろんありますよね。こうひたすら同じ作業っていうのももちろんありますね。さっき縫ってたやつ、今ねうち
小判の磨き屋さんがいるんですね。その磨き屋さんの都合があるんで、手遊ばしとくのは、遊ばしといちゃね、しょうがないんで、バーっと途中まで縫って、それをどさっと渡してきました。そして今、また残りのやつをやってるとね、そんな感じなんですけど、そうなんですよ。でさ、そうそう、あ、なんか思い出したな。そう、レザークラフトっていうくくりがあるじゃん。レザークラフト。ね。これっていうのは、なんだろうな、スポーツって言ってるのと同じでさ、それとか釣りって言ってるのと一緒でさ、スポーツの方が分かりやすいかな。レザークラフトっていうものとスポーツってものが同じってどういう意味かっていうと、要するにスポーツの中には野球があったり、サッカーがあったり、ラグビーがあったり、卓球があったり、テニスがあったり、いろいろあるわけですよ。で、その中にまた武道みたいなのもあって、武道ってなんだよって、剣道があったり、柔道があったり、空手があったりするわけですよ。で、格闘技っていうカテゴリーでもいろいろあるわけですよ。ただね、レザークラフトって言ったって、いっぱいあるわけですよ。このね、レザーカービングみたいなね、レザーアートの世界とかもあったりもするし、ね、こう一点物のこうアイテムもあったりするし、だからまあこういうね、量産って言ったってそんなにね、そんな何千個とか何万個みたいな数ではないんだけど、僕なんかのね、こう個人工房でも手に負えるようなこういったある程度の量産みたいな仕事もあるわけだし、まあいろいろあるわけですよ。趣味でね、かっちょいアイテム作るもありだし、そうなんですよ。だそれによってね、いろいろ使う道具も考え方もいろいろだとは思うんだけど、少なくともね、なんか無理やり俺自分のこの商売につなげようとしてるけど、こういうね、アイテムはこういう仕事に僕が使ってて、あ、これいいなって思うのなんで、あ、全然いいじゃん、使えるじゃんって思ったものしか僕は取り扱ってないつもりでいるんで、ね、信頼性があるんじゃなかろうかななんて思ったりもするんだけど、ね、実際に手を動かしてなんぼじゃん。よいしょ。ね、この職人とかさ、革職人とか、なんか僕はあんまこだわりたくないんだよね、この呼び名に関してね。プロだろうがアマだろうが、作ってる人は作ってる人だと思うんで。例えば専業だ副業だなんていうのもいろいろあるけど、何も知ったことないって思うけどね。それは一体何なの？拘束される時間でどうなの？みたいなね。作ってる量なの？何なの？っていう。例えばですよ、これ同じアイテムはさ、専業で、ね、革職人として月に1000個あげる職人がいるとしましょうよ。で、副業でやってる人がいるとしましょうよ。でもその人は2000個あげてるとしましょうよ。どっちが職人なのさって思うじゃん。だからね、そういうね、カテゴリー分けなんていうのはね、ナンセンスだと思いますよ、僕は。よいしょ。よいしょ。ここで。はい、嫁さん持ってきてくれてました。冷めちゃうね。お気に入りのカップ。USS ミッドウェイなんて書いてありますけどね。ミッドウェイはもう随分前になくなっちゃいましたね。おやつ。
これですよ、これうちらしいでしょ。これ本当に使えそうなんだよな。回したことないけど、遠ミリか、うん、遠ミリぐらいだね。なんで9ミリ、8ミリっていうのは遠ミリって言うんだろうね。12ミリ、14ミリっていうのに、これもこの間紹介したけど、これも使いやすかったりするんだけど、こんなとかね、よいしょ。新しい買った道具ってさ、この工房の中でどこに置くっていうのがね、最初のうちは定まんないんですよね。持ってる DVD を全部見ちゃってさ、最近話題のものも全部見ちゃってさ、で、Amazon プライムの会員になってて、あの、Amazon TV が見れるわけですけど、あれも気になるものは全部見てしまってさ、だからもう、なんていうのかな、もう全然興味がない分野、今までノーマークだったところとかも手を出して、やっぱりつまんねえなとか、まあ、中にはあ面白いかもなと思って見始めたものもあったりするんだけど、うん、大概見ちゃったな。もうひたすら無音で作業する日も多ございます。コーヒーはね、あの酸味が少ないコーヒー好きです。本当にどうでもいい動画になってまいりましたね。休憩終わり、休憩終わりって、休憩終わってからもう随分進めたんだけどね。そう、お別れの挨拶をしてなかったので、また始めましたけど、多分ね、ここから先多分ねつまんないと思うんで、戻るボタンで戻ってくださいませ。いやー、今ね、休憩の後、まあ休憩しながら、あの朝陽チャンネルっていうね、朝陽さんのチャンネル第100回っていうのね、すごいね、朝陽さんはやっぱりね、日本人よりよっぽど日本人らしいと思いましたけどね。何の話だろうって思う方も多いかもしれないですけど、どうだろう、あと2つぐらいいけるかな。4段階あるっぽい感じがするな、これ。まあ一番遅いのとマックスは分かるけど、その中間もあるんですよ、結構。この中間をこの足でどれだけ感じられるかによって、
この使いやすさっていうのが随分と違ってくるかなって思ってます。それが肝かな、このゴスケア仕様のね、よいしょ、 ZYT さんの仕立てのこのスピードね、このスピードをもうちょい速いのと、これが限界か。そろそろないと思う。あと1個いけるぽいぽい、多分いける、きっといけるって言ってなくなったらかっこ悪いな。まあ一回別にかっこつけるためにやってるわけじゃございませんので、リアルな、今回はねリアルなこの工房の現場をお伝えできたらな。持ってなくなったら嫌だ。大丈夫今シャレってこの音がまだあるけど、どうよ、あと1回分あるな、まあいいか、よいしょ、途中でなくなったっていうより前もって変えた方がいいやね。パッと見てまだいけるって思ったりもするけど、ギリギリだったかな。こんなとこでギャンブルをで、ね、余計なリスクを背負うことはないですからね。まあ多少意図は無駄にはなりますが、これ初めはね垂直の方がやりやすいやと思ったんですよ。なんか取りにくそうじゃん、慣れたらなんてことないね。蓋開けたらまんま見える方がいい気がする。よいしょ、右と左が今入れ替わりました。もうちょっと手前で止めればよかった。
しょう。もうみんな飽きてきたでしょ。今ちょっと噛みましたけど、こんなもんにしときましょうかね、今日の動画はね。感じでダラダラした動画がまたしばらく続くと思いますが、皆さんまた遊びに来てくださいませ。じゃあねー。